それで、キャンプの時に、はい、そのご飯とかが玄米だとかね、うん、あの肉がどうだとか、うん、あキャンプ中にお酒はダメだとかって話になるじゃないですか、うん、で東尾さんが「こっちにしてこい」って「これもええ」ってな急須にビールをついでこいと、うん、でこの急須にやかんかな、うん、ビールをついで持っていくわけですよ、はい、で湯飲み茶碗ビアグラスだと分かるんで、はい、あの湯飲み茶碗に、はいあの一度間みたいな、はい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 、あれにこうついで、はい、お茶代わりに飲むわけですよ。